はい。えー、これについての動画ね、お楽しみ、お待ちだったと思います。もうご存知ですよね。給付金、やるつもりはないよ。考えてないよ。っていうふうに、えー、麻生財務大臣、明言されました。そしてその後、市政方面演説で、表明演説ですか菅総理も、まあ、給付金出すつもりはないよっていうふうに言われてましたね。えー、残念。 と、腰を折る必要はないのかなと思います。あの、結局ね、このまんま、だらだらと自民党が続いていくと、秋までには必ず総選挙があります。おそらく10月、9月なんじゃないかなと思いますけども、多分オリンピックもやらないでしょう。ということで、政策は全然達成されずに、世の中の景気は悪くって、そして国民からの不満ももう紛失してですね、で、自民党は瓦解寸前ということになりますんで、えー、その自民党のね、 あのー、まあ、逆転の手段として、給付金やろうか、みたいな話に、私はなると思うんですよ。これは私がなると思うだけなんで、またね、お前なるって言ったじゃないか、お前が払え、みたいなことやめてくださいよ。なると思うって個人的な見解ですからね。皆さんも個人的見解を持ってるでしょ。で、私は大前提としては、出ないことを前提に生きていきましょう。だから、ポイントサイトで稼ぎましょう、みたいな話をするわけですよ。うん。で、給付金出たにしても、出た時はいいけども、翌月どうするんですかって話ですからね。 だから一生もらうことはできませんから。本当に一息つくだけなんですよ。うん。まあですんでね、あの、給付金を当てにするんじゃなくて、出なかったらどうしようかなってことを考えていくことと、そしてね、どうしても給付金が欲しいんだったら、それなりの活動しなくちゃダメなんですよ。だから麻生財務大臣がやるつもりないよって言ったことで意気承知にするようだったら、それはね、もうそこまでの気持ちだったってことなんですよ。私はだから麻生財務大臣が何言うよと、菅総理が何言うよと、やることは変わってないわけですよ。YouTube で呼びかけていって、いや、給付金もらおうよと。 国民生活支援、野党にもお願いしようよって形で、どん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 進めてるでしょうん。だからこの行動はやめないですよ。やめないし、あの、自分なりに、まあ、稼いだお金をね、どうしても必要な方に、まあ、ちょっと分配するみたいなこともやってきましたけども、これからやるかどうかわかりません。えっ、ー、と、今ね、最後のお申し込みの方に配布を続けてるところですけども、あの、なんていうんですかね、まあ今、ちょっとね、種明かしをすると、あの、私の、 コメントの中にいろいろ書いてくださる方に、よろしかったらメールをくださいっていうふうな、あの、返信をつけてる方いると思うんですよ。うん、その返信をくださった方、メールをくださった方が、まあ、あの、なんか、特にね、私への誹謗中傷じゃなければ、ちゃんと話を聞いて、あこの人本当に苦しいんだなと思ったら、まあ、それなりの対応することにはしています。もちろん、これもう締め切りましたからね、もうやらないですけどもね。まあ、ですんでね、やっぱこう、私がね、メールくださいって言ったら、警戒する方もいると思うんですよ。 だそういう方はちょっとご縁がなかったってことにさせていただきますけども、私のできる範囲、目の続く範囲、信頼関係の続く範囲で、えー、私なりにね、国はやってくれないけども、個人は給付金が出ることがあるんじゃないかなってことで、まあ、誰もやらないんだったらお前がやるみたいな形で、まあ、お前というかね、私ですね。私が多少ですけどもね、お配りさせてもらったってことです。そんなに大した金額じゃないですけども、第一陣で25万円を4人の方に配ったんですよ。 で、そうするとたった4人になっちゃったんで、えー、もう100万追加して、これはね、1万円くらい。まあ、金額はっきり言って申し訳ないんですけども、<laughs> まあ、1万円くらいですね。1万円じゃないかと思いますけども、すいません。<laughs> 1万円以上の方もいたんですけども、まあ、なるべく多くの方にと思ってね、えー、金額を絞りながら、あ今、あの、最終で、 え、積んだのは1万円ですけどもね、1万円ぐらいじゃ何もできないと思いますけども、ただまあお金の他にもね、ちょっといろいろ当面のいろんな必要だと思われるものを勝手に送らせてもらってるんで、ちょっとした小包みになってると思います。えー、っと、ちょっと余計なこと言いましたけども、あの、やっぱりね、なんかこう本当に困ってるんだなと思ったら、あの、人の気持ちって動くと思うんですよ。私ですら動きましたからね。で、私はもう本当に自分のお小遣いの範囲っていうかね、 あのお金のなんとかなる範囲でしかできないんで、すぐにこの活動ってできなくなっちゃいましたけども、でも無限に発行できる財務大臣になると、それこそね、1億人に対して10万円ずつ配るなんてことは気持ち一つなんですよね。誰も損しないし、それこそ景気は刺激されるし、いいことばっかりなんですよ。で、自分自身の株も上がりますしね。 またすんでね。ですんで、麻生財務大臣がこういう態度をとったのはもうなんともね、仕方がないところで、麻生財務大臣個人を恨むつもりはありませんけども、財務大臣として国民の気持ちに寄り添うってことはないんだろうなと思いました。もしね、給付ができないんだったら、それなりの事情をお話しいただければいいんですけども、それもないですからね。例えば、とんでもないインフレになっちゃうとかね。うんなんか、この、もうすぐ需要は回復するんで大丈夫だよとかね。うん、なんか、なんかあればいいんですけど、別に何もないんでね、景気悪くしといて、 その月は国民にみたいなことはね、本当に感化できないなと思いますんで、まあ、今回みたいな動画を出すわけですけども、まあ、でもね、麻生財務大臣個人には私も別に恨みはないんですよね。うん、そればかりか、まあ、難しい責務を背負っておられるとも思いますんで。ただ今回その給付金については、それはね、あの、財政出動は結構してくれましたけど、この一年ね。ただね、全くお金を手にできてない人もいるんですよ。だから一人として置いていかないっていうふうな、 菅総理の演説にちょっと逆行することになるんで、あの、まだ全然享受できてないですよとかね、見せしめさせられて、えー、バイトがなくなりましたとかね、本当に経済的に困窮しちゃったって方いると思うんですよ。そして政府の支援が行き届いてない方、こういう方もいると思うんですよ。そこにもう最後目を向ける意味でね、えー、やっていっていただきたいかなと思いますし、まああれでしたらね、そのインターネットの掲示板とかって作って、そこに書き込みをいろいろ してもらってですね、国民からの。で、それに対して政府が答えていくってことぐらいは、できると思うんで、やってもらったらいいんじゃないかなと思うんですよ。うん。ねえ。麻生財務大臣も、あの、竹中平蔵平チャンネルやったぐらいですから、麻生財務大臣のね、太郎チャンネルとかやって、ぜひね、バットマークいっぱいつけられてくださいよ、本当に。<laughs> うん。だからそうなることによって、そのインターネットの、そのね、誹謗中傷がどんなにね、あの、きついもんかわかりますから。 いまいちね、その、靴の裏から足をかくみたいな、かゆみに手が行き届かないような政策になってるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんね、すごく有効な政策もたくさんあるのそれ私見てますんで、そちらについてはね、あの別に、上げ足取んないですけども、と肝心なことじゃないですか、こういうのってのはね。給付金とかね。うん。やってほしいなと思います。あの、はっきり言ってね、あの、一部の方でいいんですよ、もう給付金こうなったら。例えば、 あの、年収で300万以上の方とか、あのー、まあ、固定収入がある方とかね、なんかいろいろつけて、もう、あれもない、これもない、それも受けられないって方にだけはせめて、ちょっとなんかね、うん、給付金出してほしいなと思いました。この間は、あの、一人親世帯に5万円っていう支給やったら、なぜか知んないけども、不公平だっていう声が上がってね、それ以来やってくれなくなっちゃいましたけども、あの、こういうものってのはね、不公平絶対起きるんで、これはね、あの、視聴者さんにも、 あの、ご認識いただきたいんですけども、じゃあ全員に一律給付10万円ってやったら、公務員にはいられんじゃないかなという、これ不公平じゃないですかね、これ。だから不公平を嫌う人が不公平を作ってる面もあるんで、そうじゃなくって、誰が儲けようが、誰が損しようが、自分の懐とは関係ないっていう風なね、まあちょっと冷たく聞こえるかもしれませんけども、あの、もらえないはずの人にがもらえても別にそこはいいじゃないですか。 ね、10万円一律給付ってなった時に、総理は受け取られますかっていうふうな質問もいついやらしいですよね。総理受け取ってもらっていいじゃないですか、そんなの。ね。だから自分が10万円もらえるけども、あいつにまで10万円やんの、何とかっていうのをそういうことをやるから、やっぱりね、一律給付ってやりにくくなっちゃうんですよ。だったら、限定世帯的にやろうかなって話になりますし、限定世帯にやるとね、公平にみんなに配るべきだっていうわけでしょ。 でも公平にみんなに配ったら公務員はいらないんじゃないかみたいなことが出てきてね、やっぱりね、足の引っ張り合いになっちゃうと思うんですよね。まあこの辺は一人一人のそれぞれの解釈があると思いますけども、もう私のね、勝手な解釈を言わせていただくと、<laughs> あの、まあ私にはいらないですから、他の方に配ってあげてくださいってことをね、本当に素直に思いたいと思います。で、これからもね、あの、自分のためではなくて、どうしてもこの一律給付が必要な方のために、 なんかね、この放送を続けていければなと思っております。まあそんなとこですかね。えー、まあ別にね、偉そうに考えるわけじゃないですけども、正味私、その、一律給付なくたって、あったって、どっちでも私個人は困らないんですよ。でも、この一律給付が頼みのつなった方もいると思うんですよね。そういう方には、麻生さん配ってほしいなと思うんですけどもね。はい、ということで今回以上です。